やったー、ケケです。今日もね、クラッシュラルやっていこうと思うんですけどね、今回はですね、限界突破シリーズということで、今回こちら、バーバリアンのね、おすすめデッキ4戦紹介していこうと思います。まあ、バーバリアンなんですけど、正直に言うとね、バーバリアン自体はすごく強い限界突破のカードにはなるんですけども、今の環境的にね、例えばラバが流行ってて、スケドラに弱かったりだとか、あと、ホグロケ法が流行ってて、で、まあ、ロケット方式とかに対してあんま強くいけないっていうので、まあ、環境的にあんま強くないカードではあるんですけどね。まあ、ババ好きの方もいると思うんでね、もうどうしてもババ使いたい、好きな男性のタイプはババだっていうね、方に向けの動画となっておりますと。ということで、ひねり出してきました。一つ目のおすすめデッキはこちらの、チエンスケラのタルババの枠が、これ、あれだね。タルババの枠が、ババということでね。これとんでもないです。めちゃめちゃ弱そうだから、俺本当に一回も使ってないんだけど、まあでも、すごいたくさん使ってる人いるんだよね。で、上位のスケラ使いとかも全部これ使ってたりもしてたんで、まあロイジェとかに勝てるのようにしたババなのかなっていう感じでね。まあ疑心暗鬼ではありますが、ちょっと今回使っていきます。二つ目、こちら。まあ全部セットしてねえわ。こちら、矢の飴のラバですね。昔からずっと流行ってるデッキではあるんで、流行ってはないかな。まあ、ラバでずっと使ってる人がね、一応いるデッキではあるんですけども、まあ、その、まあ、元からババ入ってて、そいつが強くなってから、まあ、さらに強くなったよね、みたいなデッキではあるんですけども、そうですね、まあ、インフェホグとかにも全然負けれるデッキとはなっております、正直ね。だから、環境にマジで刺さってないだけなんだよな、ババは。3つ目、こちら、ババスキラーですね。これね、前回の動画で、はじめさんが使ったデッキなんですけども、全然流行ってないデッキではあったんですけど、まあ、ラバと、一応雪玉入れてホグとかを見てるのかなっていう感じもしたんですけども、まあ、割と万能にいろんなデッキに対して戦えるデッキなどを思ったんでね、ご紹介させていただきます。4つ目、こちら。ディガー迫撃のババ型ですね。これもすごい珍しいデッキになってるんですけども、まあ、迫撃使いがこぞって使ってたデッキではあるんですけども、まあ、これもね、正直難しいデッキになってくる。多分ラバーとかに対してもきついとは思うんですけど、まあ言っでもあれか、勝ち筋にはなるのかもしれないね。ババで攻めていくみたいなのは、今まで迫撃にはあんまない攻め方だから、そういうので勝てる試合っていうのも、まあ、出てくるんだとは思うんですけども、ちょっととりあえず使ってみて、まあ、勝っていきたいなというふうに思います。まず一つ目のこちらの、ババ型の遅延スキャラデッキからやっていきます。いや、これだいぶ革命だよね。そのスケキンとかの枠ババならまだわかるけど、タルババをババかって思って。さあやっていきます。3001の237からスタート。さあ来ました。まあババはね、そうだね、まあ環境が近づいたら使うって感じかな。ロイジャイとかも、まあロイジャイ多いんすけど、言うてでもどっちかっていうと、いやこれ美味しいな、ラバとホグがすごい多い印象なんで、そうだね、ロイジャイがめっちゃ、もうロイジャイばっかみたいな環境だったらありかなって思いますね。ロイジャイに強いババ採用っていうのは、まあババが一瞬めっちゃ流行ってのロイジャイが減ったとかなのかもしれないしね。さあ相手のデッキあれですね、めっちゃ高回転のイヤカラデッキです。さあここアイビーズ出していって、まあロケ砲に注意かな。タルババないからね、タルババないのやばいよね普通に。まあ、キングキリオは早い段階でできたんで、まああとはやるだけみたいな感じかな。延命してくるんで、トルネで延命してくるタイミングに合わせることが結構大事ですね。ここは一応墓石出しといて、コウモリのダメージも一応ケアしていく。うん、まあ序盤はもう耐えまくります。もうロケ砲が一番処理しづらいんで、タルババもないし、もうきつい状況であるんですけど、ポイズン打っちゃっていいかなって思いますね。てかアイスピなんだけど、なんか変わってる、なんか変わってんね。そこはババでむっちり抑えていきます。コウモリが来ない。うわ、あいつ怖すぎ。てか、あの進化ロケ砲止めるカードなくね？一枚もないんだけど。お、てかあれじゃん。普通にビビったけどさ。え、そんなことある？マイティがないわ、多分これ。さあここギリギリでスキル使っていってマウットでしょ。え、マイティないわ。いやでもこれね、朗報ですね。普通にマイティきついみたいなところあったんで、いやこことか全然攻めれるよ。
あーなるほどね。え、ちょっと待って、え、スキャラじゃなくてポイズン打ってんだけど、どういうこと。ちょっと待って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 、やばいなこれ、これはやばい。はい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 、そうなるよね。そこドガンさせていって、いやギリギリ耐えか。いやまあこいつポイズンでしょ。いやちょっと待ってくれ、一旦つこう。ふう、あーでも今の一連の流れでね、え、なんかポイズン削りが刺さってるんだけど、謎にこれ気をするか。一旦受けれないよな。さあこうなってからですね、さっきのミスの分を今ので許しました。こうなってからだよな人生は。さあベビードラ当てていって、やっぱ墓石ある時がチャンスかな。さあここ出していって、よいしょ、こんな感じだね。いいよいいよいいよ、いやめっちゃ入ってる、嬉しいなこれ。あーでも俺もめっちゃ削れてるわなんか。いやこれさ、タルババないのマジできついわ、こういうデッキに対して。どうなってんの。さあここは打っていってポイズンだね。オッケーオッケー、ベビドラ入ってる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 よ。オッケーで、これもビビドラ全回収できる。はいはいはい、まあ、アイビズ必要だね。おいしょ、さあよいしょ、オッケーオッケー。さあ墓石さえ構えとけばウォールブレイカー大丈夫なんで、あとは呪文回して GG ですね。まあこれは相性いいな、これは相性いいんですけど、まあ端前ロケ砲にだけ気をつけていきたい。オッケー、さあさあさあ、最新の注意を払って勝利していきました。ちょっと雑な勝ち方になったかもしれないんですけど、まあ終盤の、まあ、スケラポイズンがもうどうやっても刺さりますね。ロケ砲が吹き矢とかならだいぶきついと思うんだけどね、ロケ砲がやっぱスケラに対して全然働かないんでね、いい感じに勝ったんじゃないかと思います。2つ目、ラバル、いやこれ怖いな。いきます、202位から、よいしょ。さあ来ました、よろしくお願いします。うん、手札は最悪ですねこれも。いやこんで結構ショーテラバが強いデッキなんですけど、見る限り最弱なんですけど、まあザップで回すとかはワンチャンエリ、これザップで回すで、ラバいきます。あ、ドスコイ、これ遅延スケラだね。遅延スケラどうなんだろうな、まあ、これ脳死バルーン付けが見えるけど、ここは一旦ババ付けにしてあげて、ババ側にバルーンとかね。いやー難しいなこれ、これ難しい、うわーこれ難しい、味出てるな、いい攻めですね。さあここでバルーンとかね、いやありじゃない、それはそれはいいわ、いっちゃって、よいしょ。さあバルーン、ここちょっとだるいと思うんだよな、矢の飴とかでなんかいい感じにできない。さあここね、墓石取るねだけは警戒ですね。でなんならなんか、いやちょっと待って、バルーン一発入ったらバーチでけ、バーチでけ、めっちゃでかいって意味です。オッケー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 。いやまあ怖いのがスケラだよね、ラバ出した瞬間の。ただここは一旦行っていいような気もする、ラバを。あーうまい、うまいが矢の飴だけで許容できないかこれ。あ、まあナイトだけなら許しちゃう、俺優しいから、てか許すしかない、許容という名のを守れないですこれ。いや、いいんじゃない？さあ、これどうなるか。見物です。見物の。煮物！
一発入ってくれ、頼むから、頼むから、お願いお願い、マジでお願い、本当にお願い、ガチでお願い。あ、無理だった。いやこれね、インドラじゃないと逆サイ来るんだよな。構えてる、いや構えてると分かってても行く。であと1000、これさ来ない、え来ないの、来ないんだ。うーん、こんな感じ。オッケーオッケーオッケー、そういう人もいたよ。いやー入ってる入ってる、これバルーンの爆が入ったら、バルーンの爆が一発大きい、得した。いってか矢の回せば、おお勝ったわ。え、なんかいいね、まあ、インドラがぶっ刺さってたっすね。あとなんか初手の初動のなんだろう、サイクルってか、あのスケドラにバルーン乗せて緊急されなかった流れっていうのが完璧だったな。アイウィズも処理できたしね、一発入ったし、いやーなんかすごいうまくいった試合だなって感じでした。まあ、ババの強化はね、でもちょっと出たね。逆サイやっぱタルババとかだけで休養できてたんですよ、昔のババなら。まあ、若干入るけど、でももうこの限界突破ババ逆サイに出てきたらそれだけじゃ休養できないんで、何かね1、2枚プラス多く割かないといけないってなると、ラバに対してやっぱ無防備になってしまうっていうのはね、強みでしたね。さあ謎スケラデッキやっていきましょう。多分はじめさんの自作デッキだと思います。いきます。さあ来たラバキング。いやなんかね臭いんですよ、こういうそのデッキ名を名前に書いてる人。最近全然違うとか、 JPP とかありえるからね、ラバキングからの。いやなんか最近ホラ、いやホラではない、まだわかんないか、初手ディガーはわかんないけどさ、いや多分ラバキングじゃないんだよね。あ、ラバキングでした、すいません。ラバキングだよお前が。スケドラ痛い、なんだこれ。いい感じにインフェがね刺さってくれますね、これ。で穴埋め使ったから、ここさマジのマジのムチ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 攻め言っていい、これやばいよね、やってること。一応聞くわ、やばいよねこれ。雪玉でなんか弾いてみたいな。いやババめっちゃ入ってる、すごい。え、素晴らしいですねこれ、いい攻めだったな。じゃあまあスケドラ切ったら、ラバに対して意識してたことは、スケドラ切ったらもうガン攻めしようっていう、ババスケラとかでっていうのがあって、まあこっちのババに対して強いのがスケドラしかないんでね、相手のラバで切って。だからもうさあこれは動作スケキン合わせて回転をね早めていきます。まず雪玉ってのがちょっとラバとホグ意識してるかなってね、好きだったんで、好きですって感じですね。さあここインフェ出して、オッケーオッケーオッケー、まあ、こんなんポイズンでいいかなって思う方いると思うんですけど、ダメ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 、ポイズンだったらダメダメ。なんで今ポイズン打ったらダメかっていうと、ポイズン打つとね多分逆サイスケドラバルーンがね来るんですよ、こういうのね。対空なくなったと、まあこれしょうがない、しょうがない、俺は悪くない。オッケーオッケー、もう一回、あーこれ来るやつだね、これは確実に。なんでもうインフェ置いちゃって、うわえそんなことある、ちょっと待ってやばい、あーそれやばいな、うわタゲ、うっ危ねー、うわーお前やりすぎだって。いやしかもスケドラから切ってたからさこれ、いや行くしかないかこれ、いやこれインフェだな、冷静になれる、俺は冷静。危ねえ今スケドラであいつやろう、俺のことをやろうとしてたな。やなめ来るっすよね、来ない、いやー来た、かわしていく。さあしっかり雪玉温存していって、いやここですよ皆さん、ここでうーんつって怒りのバーバリアンで、自分がバーバリアンになったような、あーやばいかもこれ。いや雪玉だな、一旦雪玉って後からポイズン、いやババつんよ、いやでもやばいやばい、いや決めきれ決めきれ、うん怖い、めっちゃ怖いけど、バルーンしか多分ね相手勝ち筋ないと思うんで、バルーンをインフェでひねったら多分勝ち。怖いなこれ、これはマジで怖い。
思って守れば俺の勝ちじゃね。スピード対決と行こう。よっしゃ、オッケー。いや、ラバに多分こうやったね勝ち方をすると思うんですよ。終盤になるとでもね、相手がスケデラを毎回なんだろう、こっちがスケラを打ちたいタイミングに合わせて出してきて、でスケラ打ってきたらスケデラで守ってカウンターで、スケラ打ってこなかったらそのまま攻めちゃってまたスケデラを回すっていうサイクルになるんで、どっかでさっき見たく無理して攻めないといけないんですけど、結構ねもう雪玉が強かったんで、ああいう密集してるとこに打っちまえばなんとか、まあ、進化ババと合わせてなんとかなった感はあってね。進化ババ強いなやっぱ。オッケー、4つ目迫撃ラストいこう。これ勝ったら3100じゃん、いいね。実は来ました、ともきさん。この方ホグクエイクの方ですね、よろしく。ホグクエイクに大事なのはもう一刻も早くキング起動することですね。とりあえずディガー飛ばしていって、あ、なんか違う、ホグクエイクだけど、あ、なんか違う、なんか違うね。さあこれはまあババか、うわやばい、あこれアイスピットバ無理やり金起動しようとしすぎたんですけど、相手のデッキウッドだけなんで、いやでもロケホやべえな。いやこっからマジでイモリまくってかと、ジャガイモ博士になります。ウッドだけでしょ、全然あるっしょ。オッケー、ババしっかり当てていく、怖いよちょっと。いやでも武器あるしな、いやオッケー、だいぶいい感じ。これババでね、しっかりババで1叩きぐらいしてほしいな。してくんない、はいはい、いや多分アチャクイめっちゃついと思うわこれ。まあロケ砲で遠くからっていうのはきついんですけど、正直まあゴブリンでしょ、こんなゴルブリカか、あとのゴブリンかこれ。あでも入ってね、オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、でうわーロケ砲そっちね、いいロケ砲だ、いやめっちゃいいロケ砲。俺の限界突破ベベリアンが、えなんでお前ら生きてんの、めっちゃ削ったんだけど、どういうこと。いやいい、これやば。さあディガーでなんとなくをして、ここポイズン、あ迫撃タゲ取ってる、きーたー、まさかの4連勝ある。これババ環境か、いやなんかマジでババででも勝ったなこれ今の試合、やばば。これもババで押されるでしょ、ウッドなんていらねえよと言いつつちょっと怖い。オッケー、勝ちた、3100到達ですね。いやーこれね、まあ多分もともと相性良さげではあるんですけども、しっかり勝っていって、141ということで、こちらバーバリアンの紹介、いいバーバリアンの紹介ができたんじゃないかな。まあうまくいってるだけっていうのはあるんで、まあでもね、なんか環境的に合ってないとはいえ、それを越してくるババの単体性能の高さ、惚れ惚れしましたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ラストはスケルトンです。あ、バイバイ。